僕が最初 MMA 挑戦するって言った時、まあみんな口には出さないですけど、まあププって笑ってる人もいると思うんですよ。だけど僕がそこでしっかり勝って証明して、自分を変えていって周りを変えていく。 MMA への挑戦第一歩、最強猫パンチ浜本キャット優太。今日本のムエタイのタイトルとラウェイのタイトルを2つ立ち技で持ってます。ちょくちょくかじっていこうっていう思いでやってるわけではなくて、やっぱそれぞれの分野で最強を目指してやろうと思ってやっているわけで、僕は今気持ちの中では MMA をすることが最強への近道だと思って MMA に踏み込んだ。そんな浜本のデビュー戦を買って出るのは、やっぱりベルト2本巻いてまた一からやるっていうすごい根性というか、今までの財産に投げ打ってやるっていうところなんで、僕がそんな真剣さはすごい感じます。なので、こちらもそれで応えたいと、誠意を持って応えたいと思っています。真面目鬼、宇田川大輔。もともとキック出身で、現在は MMA ファイターとして活躍する宇田川。MMA の厳しさを身をもって痛感している生真面目な男が大物食いに挑む。気持ちでは、どの選手も負けてないといつも思ってます。なので、そこをぶつけて、勝ちます。お互いがこう挑戦というテーマを持って挑む試合なのかなって思ってます。ただ相手どうこうじゃなくて、僕はもうめちゃめちゃ気合が入りまくってるんで、ここでしっかりやってやります。挑戦だけが人生だ。第7試合、フライ級5分2ラウンド、宇田川大輔対浜本キャット優太。